はい、こんにちは、MD ジャックです。皆さんこんにちは、アイです。ようやく本家からプレイガードライバーモデルが登場しましたね。今回は KZPR1 ハイファイエディションのレビューです。ジャックさん、 PR1 にはバランスドエディションとハイファイエディションがありますけど、今回のレビューはハイファイエディションだけなんですか？そう、事前に KZ さんから送ってもらったのがハイファイエディションだけだったからという単純な理由でね。販売ページの波形比較を見る限りではバランスドエディションの方が 600Hz ぐらいから下の低域が出てるよね。ハイファイエディションの低域は CCA、PLA13 よりちょっと抑えられていたので、バランスドエディションの低域と PLA13 の低域が同じぐらいなのかなと。 1.5kg 以上の部分は基本的なカーブはほぼ同じに見えて、ところどころニュアンスの違いはあるみたいだけど、それほど大きな違いはないっぽいように見えるね。個人的にはハイファイエディションでも低域結構出てるなって思ったんで、それ以上低域の出方が強い方をバランスドエディションとしている KZ の基準ってやっぱり低域重視なのかなって思ったわ。そうですね、愛もハイファイエディションの低域で十分満足できましたよ。価格はだいたい1万円前後ってとこみたいだね。ハイファイエディションがプラス1000円弱、 Amazon で 15% オフのクーポンがついてたから、今だとどちらも1万円切ってるね。両方買う必要ありますかね？最初は両方買うつもりでいたんだけど、ハイファイエディション以上の低域は私には必要ないので、個人的にはハイファイエディションだけでいいって思ってる。残った予算は別の特性を持つモデルに当てた方が有意義なんじゃないかな。なるほど。ハイファイエディションの印象はどうですか？箱出し直後はちょっと小域に物足りなさを感じたけど、2時間ぐらい音楽かけて鳴らした後聞いてみたらいい感じになってた。結局その後数時間聞きまくってみて、これは結構いいぞって感触だったよ。その時まだ価格がわからなかったんだけど、だいたい1万円って分かって、1万ならありでしょって思った。プレイナードライバー搭載モデルとしては手の出しやすい価格ですし、印象が良かったのなら買いですかね。外観は PLA13 のデザインとは大きく違って、シェルはアルミニウムコーティングで、フェイスプレートとサイドにメッシュが入っていて、デザイン的にグッと良くなります。でもこれでエアフローの調整をしているわけではなさそうなので、セミオープンではないですね。ドライバーは 13.2mm のプレイナードライバーユニット、スペックは PLA13 とほぼ同じなので基本的には兄弟機。感度と周波数特性に違いが見られるので一応認識しておきますか。見た通りよく見かけるタイプの形状なので、耳の収まりは問題なく、重さも片側実測 5.9g と軽め、付属ケーブルとイヤピはいつものやつなんで期待せずといったところ。ではサウンドチェックです。今回は CCA、PLA13 と比較してみました。兄弟機ながら低域、小域の出方に違いがあり、実機聞いた印象は結構違うんです。イヤピは瀬戸内アーフィットライトで収録しています。あといつもは SMSL M500 からの音を収録するんですが、今回は FIO BTR7 の DAC モード UAC2.0 を使用したデオトを収録しました。ではどうぞ、音量上がります。
の2モデルの印象の違い、いかがでしたか？特性が酷似しているので、収録音だと思ったより違いが分かりづらかったように感じました。フィオ、BTR7 での初収録でしたが、評判通りの音質に感じ、今後長く付き合えるモデルだと思いました。もしかしたら動画作るかもしれません。それでは、いつものようにリアピ比較から始めます。まず最初に、PR1 のスティム系に対し、緩かったりきつかったりしたものはなく、どれも問題なく装着できた。聞いた感じで、低域を少し抑えたかったので、セドナイアーフィットライトか、ET100 かなと思っていて、セドナイアーフィットライトで聞いたとき、臨場感が一番あったので、サウンドチェックはセドナで収録した。低域から中低域を拡大すると、一番出ているファイナル E とは2キロ過ぎぐらいまで、だいたい2デシベルぐらいの差があるので、聴覚上はっきりわかるぐらい、低域の出方は変わることを確認。TATB とスプリングティップス、そしてセドナイアーフィットマックスは中間的。一方、2キロ以上だけの比較で見ると、TATB とスプリングティップスが3キロ手前から5キロ付近までよく出ていて、スプリングティップスは 7.5 キロ付近のピークも他のエアピと同じような出方で、低域も割と出るので、メリハリのある出方になっていると言えるでしょう。ファイナル E はいつもの通り6キロ前後が落ち、8キロ付近にピークが来る感じ。聞いた感じは悪くないけど、低域を抑えたかったのと、6から7キロ付近は減衰してほしくなかったのでパス。セドナイアーフィットマックスは、今回も6キロ付近の減衰が少なく、太めな高域という印象。次は、他モデルとの比較で、まず CCA、BLA13 です。少し低域が控えめに出るセドナイアーフィットライトで比較しても、100Hz 付近までの低域は、BLA13 の方が出ていますね。そこから 1.5 キロ付近までのカーブはほぼ同じ。2キロ手前から5キロぐらいまでは、BLA13 の方が PR1 を少し上回る出方ですが、カーブの傾向自体は似ています。一番注目したいのはこの帯域で、BLA13 での落ち込みに対し、PR1 は落ちないので、根域の抜け方は PR1 の方が良く、BLA13 のレビューで、EQ 補正した後の波形に似ています。この補正では、低域を少し落とし、6キロ付近を少し持ち上げていますが、PR1 では、6キロ付近の出方がさらに良くなっています。この補正で、BLA13 はすごく良くなったわけですが、PR1 ハイファイエディションでは、最初からそのセッティングになっているという感じですね。次は最近のプレイナードライバーモデルとの比較ね。まず低域は PR1 バランスロエディションより出ていないハイファイエディションでもこの中では一番出てる。聴覚上やっぱり PR1 が良感あるなぁと感じ、ベースのフレーズの細かさやキックのアタックなどの質感は S12 やグミホの方が好み。低域の良感の分、500から2キロ手前までの落ち方はちょっと目につくけど、聞いてみると特に気にならない。3キロ手前にピークがあって、そこから上は大きな減衰なく 7.5 キロ付近のピークへ。比較すると、7.5 キロ付近のピークは一番出ていないんですね。でも聞いた感じ、特に気にならなかったんですけど。そうだろうね。主観では、リオコやグミホ、S12 のピークが鋭いんじゃないかなって思う。具体的には、PR1 で聞くシンバル系の音は、しっかり聞こえるけど少し控えめ。それに対し他3モデルは、バランス、存在感、どちらも結構前に来る感じ。4キロ過ぎからのカーブでの落ち込みがなく、S12 に似たカーブなので、高域が足りないとは感じなかったね。低域をちょっと下げてあげれば、高域のスペースが増えて、バランスはもっと良くなると思うけど、そこはお好み次第。今回も S10 に付属ケーブルと、イヤピオセドナイアーフィットライトで聞いた時が、一番臨場感があったね。先ほどの比較モデルと比べれば、少し高域の解像感の甘さがある気もするけど、チューニングの結果で PR1 の特徴と捉えた方がいいかな、と思う。高域の表現が、他モデルと同じじゃ面白くないしね。視聴時間が自然に長くなっちゃったけど、聞いていて楽しかったことを考えると、印象が良かった証拠だし、特筆するところはあまりないけど、そつなく仕上がってるんじゃないかなという印象。KZ の音が好きな人にも受け入れやすいんじゃないかと思うし、低域強めの弱ドンシャリサウンドで、多くの人に受け入れられそうで聞きやすかったね。でもやっぱり、低域は私にはちょっと強いので、KZ らしさとはいえ、もっと低域を落としたいというのが本音。それと、PLA13 より音量が取りにくかったので、ちゃんと鳴らせるアンプで、しっかりボリュームを上げないと、残念な鳴り方になっちゃう。中途半端に鳴らすと、コンプレッサーのかかった音源みたいになって、広がりは感じないし、低域ばかり耳について、音が団子状態になるので、要注意といったところ。なるほど。しっかり鳴らすことが大事なんですね。愛はグミホ注文しちゃったし、別メーカーで絶対欲しいモデルが発売になったので、PR1 はパスしますけど、視聴した感じは良かったです。一昔前の DD プラス BA のハイブリッドモデルなら、価格面でも音質面でも、KZ 買っとけば間違いないなんていう頃からすると、中華イヤホンメーカーの勢力図も変わりつつあるように思いますが、プレイナードライバー搭載モデルの発売が目立つ中、KZ からも、ようやく PR1 が2つのチューニングで登場しましたね。PR1 は安価な方ですし、印象も良かったので、プレイナードライバー搭載モデル全般に言えることですけど、しっかり鳴らせる環境を用意した上で、検討してみてもいいんじゃないかな、と思います。ということで、KZPR1 ハイファイエディションのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルは、イヤホンレビューを音と波形した言葉で表現します。チャンネル登録、お願いします。